こんにちは、スイラボです。今回の動画はこちら、サンルーのフィラドライヤー S2 というフィラメントドライヤーです。こちらは現在サンステラさんが行っているクラウドファンディングにて購入しました。クラウドファンディングはまだ開催中で、2022年7月26日現在ではまだ 15% オフになるプランも残っています。私も 15% オフプランで購入しました。今回は本体色が黒色のものを購入しましたが、今更ながら白もかっこいいななんて思っています。先日もエイボスのフィラメントドライヤーを紹介しましたが、現状で明確に吸湿しているフィラメントが手元にないので、とりあえず動かしてみて使い勝手だったり設定値に対しての温度上昇などを見てみようと考えています。実際に吸湿したフィラメントがどのくらい復活できるのかとか、エイボスのフィラメントドライヤーとの比較については別の動画で行うつもりです。それでは早速こちらの箱を開封していきます。まず出てきたのが AC アダプター。こちらは出力が 24V 2A となっています。 PSE マークとサンステラさんの名前が入っています。そして本体と説明書、あとはテフロンチューブのスペアが4つ入っていました。箱の中身は以上ですね。とりあえず前後にシールが貼ってあって蓋を押さえているので、こちらをまず剥がしてしまいます。それでは本体の方を見ていこうと思いますが、まず前面にはこの大きな液晶があります。こちらはタッチパネル液晶になっていて、こちらで操作もできるようになっています。そして裏面は、裏面の下の方に AC アダプターの接続口があります。あと本体の方にも PSE マークとサンステラさんの名前が入っています。こちら先行輸入品の方には入ってなかったみたいですね。今回の一般販売品からこちらのマークが入っているようです。それからそこには足が4つあるんですけれども、それぞれの足に滑り止めのゴムが貼り付けられています。それから上の方ですが、こちらにフィラメントを出すための穴が1箇所あります。動かしながらフィラメントを供給するときはここから出すことになります。フィラメントを出す穴は1箇所しかないみたいですね。続いてこちらの蓋を開けてみます。蓋はこんな感じで横側に開くんですけれども、特にこの状態で倒れてしまうようなことはなさそうです。そしてこちらの中ですが、やっぱり特徴的なのはこちらの360度設置されたヒーターですね。この白い部分がヒーターになりますが、本体側だけでなくこちらの蓋側の方にもヒーターが設置されています。やっぱりフィラメントを均一に加熱するには全体をヒーターで覆うのが一番だと思います。まああとは加熱しながらフィラメントリールを回すとかですけれども、まあ、それだとちょっとうるさくなりそうですし、加熱しながら印刷できなくなっちゃいますね。こちらはフィラメントを加熱しながらも使えるようになっています。本体側のフィラメントを置く部分ですけれども、このように金属のバーが2本入っています。ここにフィラメントのリールが乗っかる形になります。でちょっと見えないかなと思いますが、この棒の両側にそれぞれ2つずつベアリングがついているので、この棒自体も結構スムーズに回転するようになっています。それでは早速電源をつないでみようと思います。 AC アダプターを接続するとこちらにオンオフという表示が出てきました。でこちらを2回タッチすると電源が入るみたいです。電源を入れるとタイマーが作動して、もうすでに加熱が始まっているみたいです。今すでに加熱が始まっていますが、動作音は無音ですね。まあ、こちらは庫内に温風を循環させるようなタイプではないので、そういったファンがついてないので全然音はしないです。ちょっと今エアコンをつけちゃってるんで風切り音みたいなものが
動画に入っているとすれば、それはエアコンの音になります。うん、本当に音しないな。で、電源を入れた時の画面表示はこんな感じになっています。上から現在の庫内温度と庫内湿度、次が設定温度、次が加熱時間、そしてフィラメントの素材、 LED の動作設定というふうになっています。そして下にセットと上下の矢印のボタンがあります。こちらの製品は素材ごとのプリセットが最初から設定されているので、基本的にはこちらのセットボタンを押してカーソルをマテリアルに合わせた状態で上下ボタンを押すことによって乾燥させたい素材を選択するだけで使うことができます。素材を変えてもタイマーはリセットされたり止まったりはしないみたいですね。操作は非常に簡単です。設定されているプリセットは PLA、PETG、TPU、ABS、PA、ナイロン、PC、ポリカーボネートとなっています。ただマニュアルを見るとこの他に EVA とマニュアルモードという8種類の表示があることになってるんですよね。どちらが正しいのかは現在サンステラさんに確認中です。プリセットを使うだけでなく自分で設定温度を変えることもできます。この時は1度単位で設定することができて、最高で70度まで設定することができるようになっています。また一番下の LED っていうところはこの周りの緑色に光っているここの光り方の設定を変えるもので、オンだと円周状に光っている状態、ランだとぐるぐる回るような状態、そして LED 自体のオフを選ぶことができるようになっています。それでは実際にこちらのポリテラ PLA のフィラメントをセットして、フィラメント付近の温度変化を熱伝導をつけたマルチメーターで測ってみようと思います。フィラメントの残量はまだ9割近く残ってる状態ですかね。熱伝導はちょうどこのフィラメントに当たるぐらいのところに設置をします。ついでにリールのてっぺんにスイッチボットの温湿度計を置いて湿度変化も見てみます。こちらが6時間動作させた時の結果です。今回は ELA のプリセットで動かしているので設定温度は50度になりますが、フィラメント付近の温度は開始からだいたい2時間で49度まで上昇しました。その後終了までほぼ49度をキープしていました。設定温度に対しての差は1度なのでなかなか優秀ですね。360度ヒート機構はやっぱり良さそうです。6時間乾燥後に1時間放置してみましたが37度までしか下がらなかったので断熱性能もそこそこ高そうです。続いてこちらのグラフは6時間乾燥時の湿度変化を表しています。こちらはスイッチボット温湿度計で測定したデータになります。乾燥前 43% だった湿度が1時間半程度で 31% まで下がっています。その後は湿度がほぼ変わらない状態でした。湿度変化は乾燥させているフィラメントがどれくらい吸湿していたかにもよるかと思います。しっかり乾燥させるならベッド、シリカゲルを庫内に入れてフィラメントが放出した水蒸気を吸ってあげると良いかもしれません。それで測定結果は先ほどのグラフの通りだったんですけれども、気になったのは本体の湿度表示です。6時間近く乾燥させているのに湿度表示が 64% になっています。スイッチボット温湿度計で測った湿度と差が大きいのが気になりますね。センサーがおかしかったり構成がずれていたりするのでしょうか。ちなみにこの動画はタイマーが終了するとどういう挙動をするのかを見るために録画していたんですけれども、残り1分になったところで電源が切れてしまいました。ここはゼロで電源切れてほしかったですね。なんとなく気持ち悪い感じがします。続いては簡単に使ってみて感じた
フィラドライヤー S2 の良いところと悪いところをまとめてみます。まずは悪いところ、一つ目は AC アダプターのプラグがストレートなこと。この本体形状で背面に電源プラグが刺さるのであれば、正直 L 字になっている方が良かったですね。ストレートプラグだとどうしてもプラグの長さプラスアルファ分は壁から離さないと設置できないですからね。というわけで AC アダプターのプラグを L 字に変換するアダプターを買ってみましたが、やっぱりこっちの方がスッキリするかと思います。ちなみに購入したのはストレートのプラグを L 字に変換するこのような変換アダプターです。悪い点の2つ目は設置の自由度が若干低いところ。操作パネルがこちら側にあるので正面を向けておくにはかなり横幅を取ってしまいます。こちらのフィラメントドライヤーは 3D プリンターの近くで使うことになるかと思いますけれども、 3D プリンターの周辺って結構スペースない方多いと思うんですよね。なので実際乾燥させるときは 3D プリンターの横にこっち向きに置きたくなっちゃうんじゃないかなと思います。あとフィラメントを出すための穴が正面向かって右上この位置にしかないので、 3D プリンターの右側にこちらを置かなければならないときはちょっと使いにくいかもしれません。例えばサワムーン V1 プロは本体向かって右側にフィラメントの挿入口があるので、その右側にこのフィラドライヤー S2 を置くとこんな感じになります。蓋はぶつかっちゃうし、フィラメントの取り回しもちょっと悪いように感じます。悪い点の3つ目はなんか動きがおかしいところ。クラウドファンディングのサイトや説明書には8パターンの素材モードが選べると書いてあるんですけれども、自分の個体では6種類しかありませんでした。また乾燥中の湿度表示がおかしく見えます。タイマーも残り1分の時点で電源が切れてしまうのは正しい動作なのかちょっと疑問です。このあたりはまとめてサンステラさんに確認をしているところです。続いてフィラドライヤー S2 のいいところ、一つ目は設定が簡単であること。基本的に素材のプリセットを選ぶだけですし、自分で温度設定する場合もデジタル設定なので同じ設定で再度動かすことが容易です。ダイヤルを使って温度設定するタイプと比べるとやっぱり使いやすいですね。続いて良い点の2つ目は360度ヒーターによる加熱。やっぱりフィラメントをまんべんなく加熱するにはこの方法がいいですよね。あとファンがないので本当に音がしないです。良い点の3つ目はタイマーがついていること。まあタイマーがついてなくても加熱しすぎるっていうことはないとは思いますが、やっぱり電熱機器ですからね、あまりつけっぱなしにはしたくない感じがします。タイマーがついているので時間になれば自動的に加熱は止まりますが、乾燥後にフィラメントをこの中に入れっぱなしにしておくと再度吸湿してしまうので、フィラメントを保管するときは別途密封できる袋に乾燥剤と一緒に入れておきましょう。ということでサンルーフィラドライヤー S2 のファーストインプレッションでした。 15% オフでも1万円を超えてくるので、フィラメントドライヤーの中では価格が高い方かもしれませんが、他の機種にはない360度ヒーターによる加熱はその価格差を埋めるのに十分な機能だと思います。また操作が簡単で設定の再現性が高い点も非常に良いと思います。ちょっと動きが変な感じのところはありますが、この辺はサンステラさんから回答をいただけたら固定コメントにその結果を載せておこうと思います。ちなみに以前担当者さんに話を聞いたところ、フィラドライヤー S2 はフィラメントを乾燥させるのはもちろんですが、フィラメントの加熱をしながら印刷をすることで造形品質を上げることができるようです。加熱しながらの印刷っていうのも
今後やっていきたいと思います。ちなみにエンダー 3S1 Pro などフィラメントセンサーがある機体についてはそのままではフィラドライヤー S2 で加熱しながらの印刷はできないのですが、サンステラさんがフィラメントの軌道を変えるフィラメントガイドを設計してくださっていて、そのデータが配布されてますので、そちらを自分で印刷することでフィラドライヤー S2 でフィラメントを加熱しながら印刷ができるようになります。こういったサポートをしてくださるところも心強いですね。冒頭でも話したようにクラウドファンディングはまだ開催中ですので、気になった方は購入してみてください。一般発売の時には今の価格では買えなくなるんではないかと思います。それでは今回の動画は以上になります。このチャンネルでは 3D プリンターや電子工作関連の動画をアップしています。チャンネル登録、グッドボタンいただけるとモチベーションにつながります。またコメントもお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。